皆さん、こんにちは。本日は、大学共通テスト思考問題の平成30年度、第1問の2の問題、2次関数ですね、やっていきたいと思います。早速始めていきましょう。えー、まあ、結構こういうふうにソフトを使ってっていう問題、まあえー、まあ、よく出てるのかなと思いますので、えー、まあ、どういうふうに2次関数が動くか、えー、かのかどうかっていうのをしっかりと押さえておくといいのかなと思います。 はい。では、早速1番です。はい。えー、まあ、これに対して、はい。えー、イコール0の解について正しく移したものは何ですかという問題ですが、まあ、これ、はい。えー、X 軸と原点より左の部分で2箇所で交わってるっていうことなので、どっちとも解は2つ、えー、っと、2つとも負だよっていうことできますので、これは1番が答えになります。はい。では、次いきます。えー、次。はい。 ま、それぞれ、え、A の値変える、P の値変える、Q の値変える。ということですが、はい、え、ま、不等式、F が0よりも大きい。これが全ての実数となる。という時にはどうすればいいかと言いますと、はい、ここの X 軸よりもこういう風に上に行けばいいので、そのためにはどうすればいいか。この Q。はい、Q の値を A っていう風に変えてあげれば OK ですね。はい、3番が答えです。 え続きまして、はい、これを解がないっていう風にするためには、そもそも X 軸と交わらない。なおかつ、X 軸よりも全部下にいなければいけません。そのためにはどうすればいいかっていうと、そもそもこの関数をこういう風に上に一つの形にしなければいけません。そのためにはどうすればいいかっていうと、A が0よりも小さくならなきゃいけない。つまり A の値を変えることによって、えー、まあこんな感じで、えー、解を持たないという状態を作ることができます。 はい。本日は2、えー、次関数についてやっていきましたが、まあ、しっかりとこの2次関数の特徴ですね。それぞれの値が変わるとどう変化するかというのをね、えー、しっかりと押さえていただければと思います。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。